新曲「唇に Be My Baby」の発売日ということで、最も黒歴史だと思った3名様には私たちの直筆サイン入り。もう一回やって、もう一回読んで。ちょっと私2回目ですからね。もう一回読んでごらん、そこ。直筆サイン入りポスターをプレゼントします。そうね、オッケーオッケー。はい、レアポスターですから。受付メールアドレスは akb@allnightnippon.com akb@allnightnippon.com、 すべて小文字のアルファベットで書いてください。 AKB も小文字です。ちょっと待ってください。気づきました？どんなポスターが手に入るの？非売品のレアポスター？ん？私たちの、あ、違う違う、私たちの、うん、直筆か。あ、分かった。直筆なんだ。え、直筆、待って待って、マコは何だと思って直筆って呼んでました。うわー、もうやだ、バラエティ分かってるね、うちらね。さすがですよね、やっぱり。ごまかさないで。そっちね。うん、こっちでした。そっちの方。ということで、ラジオネーム推しメン増加中さん、いいことだ。ずっとコロナ禍では小島子が一番勉強できないと思っていましたが、どうやらジュリちゃんが一番そうです。イエーイ。いや違うからね。いやだってさ、さっきのさ、あのさ、直筆もさ、結局小島子なんて呼んでたんだっけ？直筆。ほら、でもいいんですよ、直筆サイン。で、言わないって、ほんとやばいよ。でも直筆って言われて、あー直筆そっちねってはなったんですよ、うん、うちもそっちねってなった、ね、そっちとかじゃない、そっちしかないから、多数派だよ、こっちの感じさ、あえてのやばい、ほんとに。いや、ちょっと説教されまくりじゃないですか。いや、まあこれからですよね。これからですよね。そうですよ、まだまだ、だってまだ伸びしろがね、伸びしろがいっぱいある。そう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 、可能性しかないもんね、余裕だ。ということで、あのさ、さっきさ、ジュリが読書タイムに辞書読んでたって話してたじゃん、はい、なんかそれにね対して感想メールが来てるんですけど、はい、ラジオネームパッション中介さん、しないで、おいおい、その読書タイム何も意味ねえじゃねえかよ。なんで辞書読んでて直筆読めねえんだよって。もうごもっともすぎてやばい。いい、え、なんで、辞書の意味、いやいいんですよ、だってクラスで一番頭いい子にさ、すごいね、ジュリちゃんって、うん、ジュリちゃんって辞書を読むんだね、頭いいんだねって言われたんですよ。それについてのあれが来てますよ、今度は。え、東京都天竜さんからいただきました。もうなんでこんな怒られるの。ジュリは今日、ジュリちゃん辞書は恥ずかしい、多分それバカにされたんじゃない。なるほど。なるほどじゃないよ、入山さん。ね、バカにされてたよ。ね、新潟県ミルクノートさん、辞書はどこを読んでいたんですか？国っていう漢字よ。そこは覚えてるんですよ。小学校だ、やっぱり。国。何学んだのそれで？え、いや違う、ってかずっとそのまあ学んだと言いますか、重さ、辞書の重さ。なんか変な話出した。じゃあマコに言われたくないわ。めっちゃ怒られるじゃん。みんなにバカにされてるからね。何ですか、こんなジュリのこと怒って。どんなジュリ。こんな、なんざあれだ、ちょっとバカにしすぎ。ちょっとしっかりしてください。はいはい、皆さん、黒歴史やりましょう。そうですよ、聞きたい。もう